さあ今週はね、まあ、重賞も2つしかないですし、まあ、そしてクラシック戦線、春のねクラシック最後の盛り上がりです。オークス最終トライアルスイートピーステークス、オープン特別ですけどね、予想しておきましょう。まあ、今回ね、まあ、予想するの最大の理由これだったりするんですが、今回の本命こちらです。ベッラレジーナ、まあ、この馬のねお母さんベッラレイヤはこのねトライアル2つのうち重賞の方フローラステークスをね強い勝ち方をしまして、オークス一番人気に押されたんです。ウォッカダイワスカーレットの年に、ウォッカがダービー勝っちゃってね、ダービーの方を狙って勝っちゃって、でオークス出るはずだったダイワスカーレットが熱発熱出して回避ということで、まあ押し出されて一番人気になって、そして、ね、オークス抜け出したんです。直線も抜け出してよっしゃと思ったらね、もう一世一代の大掛けローブデコルテにやられて2着に鼻差にね泣いたと、もう本当差し切ったかどうかっていうところだったんですが、刺されてしまったわけです。ローブデコルテもね最後は芝1400のレースに登録するぐらい個人3区のね短距離馬だったんですが、オークスって、ね、案外そういう馬でもゆったりレースが流れる分最後ね差し足効いちゃったりするんですね。まあそしてさらにそのベッラレイヤのお父さん成田トップロード、この馬もねダービーで一番人気押されたんですが、テイエムオペラ王とのね叩き合いを制して、さあダービーだと、ダービー取ったぞと思ったら、それを狙ったように差し切ったのが武豊がねダービー勝っちゃったわけです。アドマイヤベがね、まあそしてねさらに遡ればね、この成田トップロードのお父さんサッカーボーイ、この馬ねダービー一番人気に押されて、まあ、そしてね調子を落としてたこともあってね15着に負けてしまったと、大敗したわけです。このねおじいちゃん、だからひいおじいさんにあたるサッカーボーイはね、その後芝の 2000m でね夏に使いまして、夏の、そのレースで1分57秒8、その後十何年破られない大レコード、日本レコードで圧勝してます。成田トップロードはねその後、まあ、最強ステイヤー菊花賞を勝って、まあ、さらにね阪神大賞典世界レコード9馬身差、そんなね強いステイヤーでした。お母さんはねその後なかなか勝ち星に恵まれませんでしたが、まあそういうねダービー血統、ダービーの頃に輝く血統ですので、まあ、この馬もなんとか、まあ、ここ勝ってね出たからってオークス一番人気ってことはないんでね、この一番人気で負けるオークスダービーね、一番人気で負ける血統の系譜っていうのはこの馬が引き継ぐことはないでしょうが、むしろ一番人気じゃなく出走して勝っちゃうっていうのはね、僕ちょっと喜びます。まあなんですが、まあぜひ勝ってほしい思い出のある決闘です。では次ですね、まあ、これだけ語れればあとはスイートピーステークスで結構本当はどっちでもいいんだけどな。まあ続いてですね、対抗湘南パンドラ、こちらがですね、まず配合表向きね見ますと父がディープインパクト、まあ、そして母の父フレンチデピティと、まあ、以前もね紹介した勝ち上がり率7割オーバーの最強ニックス配合です。まあ、そしてこのね母方の血をさらに掘り下げていきますと、おばあちゃんがステイゴールドのお母さん、おばあちゃんがステイゴールドの妹だったかなだな、おばあちゃんがねステイゴールドの妹にあたるというね、まあ、つまりディープインパクトステイゴールド活躍馬を輩出し続ける、まあ、現代競馬のツートップのね守護馬の両方の血筋を受け継いだ、まあ、そういった配合となっています。まあ、なかなかねこのオークスを盛り上げるのにふさわしい血筋なんじゃないかということで、まあ、この湘南パンドラ対抗にしてみたいと思います。まあ、紐ですね、対抗っていうか紐5点のうち、まず最初はですねカウカス日課、まあ、これがですね桜花賞出走しまして16着に負けてはいます。ただまあ2勝ねしっかり上げて、そして賞金でねちゃんと桜花賞出たと、まあ正直なところねオークスの例年の出走ライン900万抽選ってことが多いですから、このままここ出なくてもね抽選にかければこのです桜花賞をね
あ、オークス、ごめん、かなり感じ、抽選にかければね、オークス出ること十分可能な賞金持ってます、まあ、そういう意味で実績上位、まあ、そしてね、オークスね、出たからってね、桜花賞16着の馬ですから、まあ、多分勝てねえということで、ここで賞金稼ぎに来てんじゃねえかというところも含めて、まあ、オークスもね、出て回ってくるぐらいはするでしょうが、まあ、ここが目標という可能性も含めて狙ってみたいと思います。続いてですね、もう1頭、2頭目、シャイニーガール。この馬はね、父ブラックタイド、さっき、青葉賞でもね、本命にしたんですけどね、父ブラックタイドはですね、フレッシュサイヤーランキング、新種牡馬のランキングで1位を取ったりですとか、まあ、2歳戦から走れる血統、まあ、そして、ディープインパクトの前傾ということで、まあ、ディープインパクト同様、この時期向きの血統ですね、まあ、さらに、この馬オープン勝っているってことでね、まあ、1350万あれば十分オークス出走可能なはず、まあ、してね、今回、賞金でね、2番目の優先出走権持ってるレッドリベールがダービーに向かうわけですから、まあ、十分枠は空くだろうというところなんですが、それをここに使ってきたってことはね、ここのオープン特別の賞金本気で狙ってんじゃないかなと、まあ、そういう意味でも馬券的にはかなり狙い目です、まあ、続いてですね、こちら、ティックルゴールド、まあ、成績はね、500万下昇級してから2戦ちょっと振るいませんが、まあ、ステイゴールド×フレンチデピティのね、この配合もかなり率が高いんですね。まあ、つまりフレンチデピティが母父として優秀なんですね、結構。まあ、ステイゴールドとフレンチデピティのね、配合は、まあ、ニックスってことでね、紹介させていただきまして、動画作ってますので、まあ、POG 動画参考にしてみてください。一応スマホから見えないですけどね、アナリティクス、後で用意しておきます。やってなかったら俺やる。アノテーションね。アノテーションね。これニックスね、POG の動画で用意していますので、アノテーション入れておきましょう。スマホから見れないですけど、関連動画、うちのね、動画の最初の方を探してみてください。続いて、気になる馬がね、花津リベンジ、まあ、この馬ね、500万下で結構順当に掲示板に来てますから、この500万下とね、ほぼ変わらないメンツのこのレース、十分ね、狙える馬だと思います。まあ、そしてまずね、この馬主、花津のね、冠名、マイケル・タバートさんは、花津ゴールね、所有馬がオーストラリアで G1 制覇。まあ、そして、この馬のお父さん、ハーツクライ。ハーツクライもね、3区のね、ジャスタウェイ。この間ドバイで買って、なんとレーティング差をつけて買ったもんだから、世界最強ということになってます、今。まあ、そのね、世界最強の勢い。海外の G1 勝った馬主に世界最強馬を出した父と勢いに乗るところのね、ラインですので、まあ、この馬も勢いに乗ってオークスなんていう線もね、あるかもしれません。続いて最後5点目はこちらですね、マリアライト、まあ、ディープインパクト3区でね、この時期向きというのももちろんのこと、まあ、新馬で勝って、そして2戦目いきなり、まあ、3着とこのクラスで十分通用する、まあ、500万下と変わらないメンツですからね、まあ、そんな成績を残して、まあ、そしてのそこからの3戦目ということでね、まあ、臨戦としてもここを目標、そしてオークスへというね、ローテーションを組んできています、まあ、ですのでこの紐の5点目としてマリアライト狙ってみたいと思います。以上、三連単二等軸紐5点マルチの予定ですね。狙ってみたいと思います。どうも、お疲れ様です。ハッチーでした。